アンドレ・ロイド・ミラーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身のバスケットボール選手。身長188センチメートル、体重93キログラム。ポジションはポイントガード。NBA のデンバーナゲッツなどに所属していた。ロサンゼルスのハイスクールを卒業後、ユタ大学に4年間在籍。1998年の NCWA トーナメントでは、 トリプルダブルを記録した。また大学史上初めて決勝戦に進出したが、惜しくもケンタッキー大学に敗れ去った。なお、この年、以降、ユタ大学は決勝に進出していない。また、キース・バンホーンやマイケル・ドレアックとチームメイトだった。平均12.1得点、5.4アシスト、4.8リバウンドの記録を残し、 歴代記録となる254スティール、歴代2位の721アシストを記録した。選考では社会学の学士号を取得した。クリーブランドキャバリアーズ1999年の NBA ドラフトにおいて、クリーブランドキャバリアーズから全体8位指名を受けた。ルーキーイヤーの1999から00、シーズンから82試合フル出場を果たした。 特に2月からは先発の座をつかみ、この年は11.1得点、5.8アシストを記録し、新人選手として好成績を残した。その後にシーズン、2000から01シーズンはフル出場を果たし、全試合で先発出場。2001から02シーズンは1試合欠場したのみだった。3年目には平均得点と、 アシストでシーズンダブルダブルを記録するなど個人成績はのきなみ上昇したがチームには得点源となる選手がおらず低迷。いずれもプレーオフには遠い成績だった。2002年バスケットボール世界選手権のアメリカ代表に選出。9試合に出場し10.7得点4.1アシストを記録した。ロサンゼルスクリッパーズ2002年7月30日。 ダリアスマイルズらとの交換で地元ロサンゼルスクリッパーズへ移籍。2002から03シーズンは80試合に先発出場したが、キャバリアーズと同様に低迷を続けていたチームだけあって27勝55敗という不本意な成績に終わった。また、個人成績も前年を下回ってしまった。ちなみに11月にはキャリアイとなる37得点を記録している。 デンバーナゲッツ2003年、デンバーナゲッツと複数年契約を結んで移籍。クリッパーズにはわずか1年の在籍になった。チームにはルーキーとしてカーメロ・アンソニーが入団したことから5割以上の成績をキープ。ミラーは司令塔として82試合フル出場し、この年、自身初のプレーオフを経験した。その後にシーズンもナゲッツに在籍し、故障することなく、 全試合に出場するなどを屈強な体でチームに貢献した。プレーオフでは1回戦の壁が立ちはだかり、2回戦に進出することはなかった。フィラデルフィアセブンティシクサーズナゲッツ在籍4、シーズン目となった2006年12月19日、アレン・アイバーソンらと交換でフィラデルフィアセブンティシクサーズへ移籍。またしても再建を図るチームへの移籍となった。 ポートランドトレールブレイザーズ2008から09、シーズン後、ポートランドトレールブレイザーズに移籍した。デンバーナゲッツ2011年、デンバーナゲッツに復帰。ワシントンウィザーズ2014年2月20日、ワシントンウィザーズに放出された。サクラメントキングス2015年2月19日、サクラメントキングスに移籍。ミネソタティンバーウールブズ2015年7月29日に、 ミネソタティンバーウルブズと契約したが26試合に出場した後2月25日にバイアート合意に伴いウェーブされたサンアントニオスパーズ2016年2月29日にサンアントニオスパーズとシーズン終了までの契約を結んだデビュー以来欠場したのは7シーズンでわずか3試合のみそれほど故障をしない丈夫な肉体を保っているので 鉄人と形容されることもしばしばある。アウトサイドからのシュートはないが、ドライブから切り込んで、シュートを放つ。故障しないことから、司令塔としても計算できる選手であり、キャリア平均1試合あたり35分近い、出場時間があり、スタミナを携えた選手でもある。戦術理解度が高くどのような選手と組んでも、一定以上のスタッツを残せるコーチ陣としては実に、計算しやすい。 ポイントガードである。しかし、チームを選ばない、選手上に、トレード候補になりやすい面も持ち合わせている。basketballd-reference.com ありがとうございます。